みんな、こんにちは。僕の名前はマー君だよ。ゆうちゃんです。かっちゃんだよ。今日はみんなにお知らせがあるよ。春の全国交通安全運動が始まるよ。重点項目はこちら。子どもをはじめとする歩行者の安全確保。歩行者保護や飲酒運転根絶等の安全運転意識の向上、自転車の交通ルール遵守の徹底と安全確保、横断歩道における歩行者優先の徹底。春から保育園、幼稚園に初めて行くお友達、小学校に入学するお友達、新しく社会人となってお仕事に行く人たち、ドキドキワクワクの始まりだね。だけど小学校 1,2 年生の交通事故とっても多いんだって。それから自分の運転で初めて通勤が始まる人、仕事や生活のリズムにまだ慣れない間は不慣れな運転も少し心配だな。子供が言うな。小学校に入学するお友達は今まで交通教室で習ったことを思い出して交通事故に遭わないようにしてね。車の運転をする皆さんも、小学生や高齢者の人を見かけたら、そばを通るとき、気をつけて運転してくださいね。ねえねえ、お天気いいから、早く公園に遊びに行こうよ。そうだね。その前にご挨拶。それじゃあね。バイバイ。